皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブンウィークリープレイヤーやっていきたいと思います。はい、ということで今週は、数が多いです。4択になっているこちらなんですけど、まあ、毎週ねルーレットで決めて、1人 FP を獲得するルールなので、今週4択なんですよね。しかもあそこがあるということで結構ね、厳しめな内容になっておりますが、今週もやっていきたいと思います。はい、一応メンバー組みました。今のところこんな感じですかね。今週誰が入るかによってちょっとメンバーが変わると思います。ガチャを見ていきたいんですけど、今週4つあるのでまあ見なくてもいいかな。まあ豪華さで言うとオランダ、そして、イングランドが今豪華な方で、まあ、週間 FP も内容は結構豪華ですね。はい、ではルーレットの方いきましょう。今週は4択です。厳しいですね。まあオランダ、イングランドは結構能力的にも豪華で、週間 FP も豪華と。まあ今週はね、あそこはちょっとねっていうところでいきましょう。さあ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 、まあ今週に関してはあまり気合を入れずにね引いて、お、あぶねあぶね、オランダまさかの。はい、では今週はオランダということで、いいもの引けましたよね。はい、デリフトが A ですね。まあそうですね、まあ、デリフトファンダイク欲しいし、まあ、フォワードは十分かな。ノーマルの、まあ、ロナウドなんかもいるから、まあ、CMF のワインナルデムとか、まあ、フレンキー・デヨングとか面白そうですね。あとデュンフリースとかもいいと思うんだよな。はい、まあ、そんなところでしょうか。利き足みんな右利きということで、利き足ではちょっとわからないかもしれません。今週のウィークリープレイヤー、この選手行きましょう。あ、まだだったさあ行きましょう。ちょっとね、流れがいつもと違ったが、はい、演出がねまたねいいですよね。このさあさあさあ、利き足は右ですと。おっと、フィールドプレイヤー、おっと待って、もう分かっちゃったな。今週のウィークリープレイヤーはデパイです。はい、マッチングいたしましたと。今回エリート隊じゃなかったですね。まあいいでしょう。おっと、カバール今週調子悪くないよね。 C とかだよね。ちょっとディフェンスが不調気味だな。ちょっとレナとは普通かな。デパイ出すか。だってあれだもんね、試合に出さないといけないルールだから。出していこう。そうだね、プレ幅入れてでいいんじゃん。相手はサントスか。ちょっと嫌かも。あ、逆かなこれ。これでいきましょう。相手のメンツ強。はい、お願いいたします。アルゼンチンユニフォームか。トーレス使ってるんだからアトレチコかと思ったら違いました。さあさあ、おっと早速危ない。やめて、コミュニケーション不足。やめてやめてやめて。 OK、 トラップスルーちょっと挟み、はい、相手の守備的には、あ、突っ込んでくるタイプだ。なるほど。いや、私もちょっと突っ込んでいく。どういうこと。オッケー。結構三角パスが多い。危ない。デパイ。さあ、デパイの使用感は、まあ、まだ、あ、ちょっと、タメがちょっと足りてなかった。なんか今のデパイの使った感じ悪くなかった、なさそうな感じだった。はいはい、ちょんと出して、さすが、あと決め、おっしゃ、オッケーオッケー、ベンちゃん、さすがベンちゃん。ベンちゃんホーム赤で欲しいな。自分のアカウント同士なら交換させてほしい。トーレスをあげましょう、このアカウントに。ベンちゃんめっちゃ点取ってるよね。イカルディ、危ない、そんな話してるわけだ。多分イカルディより点取ってる。あ、フランスに、あ、フランス、ベンゼマいないんだよ。
はい、そんなこと言ってる場合じゃありません。試合に集中してください。でかい。受けに来てちゃんと、もういいね。やめて、やめて。おいいね、でかい。チェイシング持ってないよね。いいチェックだと思う。取れんかった。誰かいた？あ、ロナウドカーする。おい、あ、もう、もう取った。あ、オッケーオッケー、縦は4だよ。カウンターの人は多分あそこ縦に。はい、パスキャンセル。結局ボールはつながる。ポジションだとね、多分あれ後ろに返すよね。あ、チャンス。ほい。はい。さすがベンちゃん。もうベンちゃん言うことないわ。しかもなんか、1点目とほとんどなんか似た感じじゃなかった。オッケーオッケー。まさかの早い段階に 2-0 は。いいね。ほい。あ、タップするそこ入れてくる。もうよく届いたな、足。さあ、どうなる？オッケー取れんじゃない？無理。あ、横に出してくれるんない。あ、来た。突っ込んでいこう。あー、マッチ出された。あ、どうしよう。え、シュート、これシュートなの？出そうね、出そう、出す、出るね。オッケー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 。今のシュートなの？トーレスでしょあれ。何今の？アクロバティッククリアがない人のクリアだよこれ。さあ、つなぎます。はーい。あー、突っ込んでくるね。それをかいくぐってパスを出していきたい。ちょっと引こう。なんかもう一個なんか、あー、ヒール、ヒール出ちゃうよね。オッケー、ボール返ってきた。あ、チャンスじゃない。デパイ、デパイで点を本当は取らせたいけど、ベンちゃんがボールを用意。うん、カウンター型の人か。トラップギア狙う。オッケー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 。トーレスはあるとこよね。はい、ほいほい。シューキャン根幹持ってないっけ。気使ったね。あー、またトーレス孤立してる。取りに行こう。はい。ああ、読まれてた、完全に読まれてた。 OK、 取りましたよ。あらば、ロナウドも左、今回左でね、なんか作ってるな、このゲーム。パス回し左でほぼ回す。ロナウド上がって、で、相手は、あ、釣られんかったね。横に出す、見せかけて出します。あえてこっちで出す。サイドはたく。出しどころがない。チョンチョンチョン。 あ、やばいよ。この人カウンターの人でしょ。ブラ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 。本気を、あ、届く。トレサーええな。トーレス早いね、怖いね。終わったんか。前半終了ですね。時間見てなかった。はい、では後半行きましょう。放置かな、なんか全て時間フルで使う、あ、放置してませんね。フルで使われましたが放置ではなかった。プレスが甘い、甘いんでちょっとここで持ちます。はい、ほい。あー、ないよね。でばい。絶対で本当はシュートを打って、ゴール決めたいんだけど、無理。突っ込んでいこう。うん。突っ込んでいったところを使われたわ。オッケー、ケアしてたから。あ、助かった。オッケー、オッケー。トラップにする。赤横、ここが空いてます。
ベッカム、あー出しどころがないね。ワンツー、もう一個中、あっ電ちゃん動かず、カウンターやばい。縦かな。あ、ラッキー。あ、そう、あなた取るのかい。オッケー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 、出しましたよ、出しましたよ。ここまでいけばいけるでしょ。レン、あー当たっちゃうのやつね。ベッカム、オッケー、ナイス。スルーパス持ちのベンちゃん、おっ、きた。あー中、あった落ち四角プレス押したらシュート打った。まあ、そろそろ選手交代行こうかな。うん、予約しましょう。アラッキーゴールキー、アラバ上がらせる。あ、角度が整いきらなかったけど、まあ、あ、出た、ラッキー、ラッキー。まあいいか、変えます。まあ一気に3枚替え行こうかな。インシーサーネ、ベンゼマ、メッシー、リシメッシかな、うん、調子的にもね。さあ行きます。さあデパイはまだ、おっと触れた、あー倒れてるからこっち出すしかない。 OK、 あーオフサイオフサイオフサイ、帰ってきて、いいね、お、いいね、メッシ様メッシ様素晴らしい。デパイまたアシスト、3アシスト点を取ってほしいんだけど、まあまあ、メッシ初ゴール読んだけど、物が上がった。あ、オッケーオッケーオッケー、あーボール流してもよかった。はい、だメッシ、デパイ、ちょっとデパイ疲れ、お疲れ気味。インシスパキャン、はい、勝ちた、バンダイクに勝った。あーフィジカル無理、フィジカルは無理よ、バンダイクとのフィジカル勝負。 OKOK、 あそこしか出せないの。さあみなしましょう。はい、メッシ、デパイ、あーデパイもうお疲れかな。 OK、 バカ横が頑張ってる。あそうか、今日ケシエ出てるな。オッケー。三角パスがやっぱ多いです。ほい、おきた。あ、メッシ、メッシ、ワンパススルーパス持ちのメッシ。いけると思ったから出したら無理です。あー、ちょっとずらして、オッケー、取って。はい、デパイ。あー、メッシ出せるけど、そこに出してもデパイにゴールには繋がらない気がするから出したくないけど、あ、おっさい。出しとけよかった。あ、メッシに出しとけばよかったかな。まあ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 。デパイに点を取らそうという、なんか趣旨変わってんな。セーブ。あ、なんかデパイが下がっちゃうんだよな、その。なんでだろう。あー、デパイ待ったらちょっとやっぱりまたカウンター食らうんじゃない。サイドバックを中に出ます。はい、おー、いいね。ただどこかな、あー、ケアしたとこ、そこ読んでましたと、ちゃんと見られてたわ。あー、つながった。デパイ走れ、あー、ダメダメダメ、ちょっとデパイお疲れかな。オッケー、いや高横とケシエよくボールとちゃんと取ってくれてるわ。ほい、あー、ちょっとタイミングずらせば、いけない、ハンダイクとダメよこのメンツじゃ。どうかな、オッケー、いや取ってないの、当てれる、オッケー当てたのにね、 2回ぐらい当てたのに取れませんと。いやー、ちょっとデパイに凝りすぎてない。デパイも大事だけどさ、無失点にしたかった。パネ切り返す、ちょっとイメージと違った、下がりコンカのイメージで、なんかもうちょっと綺麗になんかコンカ打つつもりだった。あと間違えてマニュアルのボタンを押してしまった。
それかな、変なとこで。もう終わるね。オッケー。カット数めっちゃ多いんじゃないこの人。ちゃんとボールカットできてる。あ、でもオフサイド出せない。あ、ボール返ってきた。はい。はい、あ、チャンス。デパ走って。あ、デパイが走りきれない。はい。はい。メッシ、メッシ、溜めて、デパイへ。来た！あ、じゃあ無理。ダブルタッチ？あれ。うん、遅かった。なになになにこれ。はい。終わりました。終わりました。無事勝ちましたね。はい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 。いや、立ち上がりのベンチャーの2点は、うまくない。もうしっかりプレスかけて取ったんでね、ネコではありません。お相手はどう思ってるかは知らないが、縦当てる、あ、スートップこれできるからいいよね。スリートップでもできるから、ロックだったら OK ですね。やっぱメンちゃんだな。メンちゃん本赤で欲しいな。これもまあ似たような感じですけど、まあ、ちょっと違うか、まあ、最終的にほとんどなんか。はい、終わりましょう。まあね、勝てたんで無事、多分4連勝ぐらい、次多分5連勝、来週5連目だね。いや5連目かで、多分760ぐらいなんですよ。でこれ勝ったんで770台ぐらいになって、5連目800。おっと、これはいけるんとちゃいますかと。なんか前回そのあったけど、チーム力が低い人と5連目で当たったんだよね確か。でそこでねっていうところで勝ってれば多分1000いっていうか、チーム力が高ければ1000いったんですよ。1000じゃない、1000は1000じゃない、これね800いったんだけどね。はい、まあそんな感じで次回は800を目指して頑張ります。ガチャ運もしっかり食べたいですね。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。